これより平成29年桜を見る会を開催いたします。この会は内閣総理大臣が各界のご功績ご功労のあった皆様をお招きし親しく懇談するために開催しているもので、今年で62回目を迎えます。それでは安倍総理からご挨拶をいただきます。安倍総理よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。安倍晋三でございます。今年の桜を見る会もたくさんの皆様にこうしてご来場いただきまして、盛大に開催することができました。お天気も、大変心配であったわけでございますが、私はまあどちらかというと、というか大変な晴れ男でございまして、今まではすべて、晴れて、おりまして、今日も絶対晴れるとこう信じてきたわけでございますが、また皆様の思いも通じて、今日はなんとか天気も持っております。風は少し強いんですが、ちょうどソメイヨシノは桜吹雪になっておりまして、今日までよくソメイヨシノも頑張ってもらったなと、こう感謝をしておりますが、八重桜はだいたい七分咲きになっていますね。つぼみもあって、ずっとこの今日の日をめがけて頑張ってきたんだなと思います。まさに今日は風が強いんですが風雪に耐えてきた。今日は山口公明党の代表も来ておられますが、自民党公明党の連立政権は風雪に耐えた、政権で、ございます。また、今日はこの風が結構こちらから吹いておりますが、大体常に逆風であります。安倍政権も風雪に耐えて5年の月日を刻んでまいりました。特に今年の前半は本当に風雪に耐えているなと、この感を強くしてきたわけでございますが、ここで一句思い浮かびました。風雪に耐えて5年の八重桜。今日見る八重桜はひとしおでございました。常に困難はあります。しかしみんなで協力して頑張っていけば、今日のこの日のように桜を見ることができるんだろうと思います。今日の日経新聞に賃上げの状況が出ておりましたが、おかげさまで4年連続 2% を超える賃上げを実現することができました。また今年の特徴はサービス業が上がったんですね。例えばヤマトは今までよりもぐんとこの、賃上げ率を上げ、かつ働き方改革も始めてくれました。我々が政権をスタートした当初、最初に私たちの呼びかけに応じてくれた、賃上げに応じてくれた会社は、まさに1社、2社、3社、本当に1桁だったんですね。国会で賃上げに応じてくれた会社がありますよという演説をしましたら、野党席からはたった1社じゃないか、こんなやじがありました。でもそんな気持ちでは決して大きな波を起こすことはできないわけでありまして、それからほぼ中小企業も含めて、今世紀に入って最も高い水準の賃上げを実現することができました。働き方改革もそうなんだろうと思います。私たちの呼びかけに応じてくれる会社だんだん出てきました。これは大きなうねりとなって日本人の働き方が変わっていきます。お年寄りも若者も女性も男性も、障害がある方も難病に苦しんでいる方も、そして失敗に悩んできた人も、みんなにチャンスがある。そしてみんながそのライフスタイルに応じて働き方を選べる時代がいよいよやってくるわけであります。まさに一億総活躍、今日この会場にお集まりいただいた皆さんがみんな活躍できる、そういう社会を作っていきたいと思います。そういう社会を作っていけば日本はもっと良くなっていきます。そのためにこれからもさまざまな困難がありますが、皆様と共に乗り越えていきたいと思います。ちょっと選挙演説のようになってしまったんですが、どうか今日はそういうことも忘れて、この桜をめでながら楽しんでいただければと思います。どうかこれからも安倍政権、自公連立政権、ご理解と
そしてご支持を賜れますように、重ねてお願いと御礼を申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは引き続き安倍総理から乾杯のご発声をいただきます。閣僚党幹部などの皆様は演台へお上がりくださるようお願い申し上げます。それでは安倍総理、乾杯のご発声をお願いいたします。それではご来場の皆様のご健勝と、そして日本がますます景気が良くなって上昇していく日本の隆盛を記念いたしまして、杯をあげたいと思います。乾杯。乾杯。ありがとうございました。
ります。あ、道下さん。
边是最后最后中间，那边是最后才中间四档。想说今年怎么那么快，因为下面没了。開いて。